これまでの認識ちょっとね、改めないとなと思いました。はい、どうもこんにちは、ジェット大介です。今日は、インテルの提供でお送りします。ということで、こちらじゃんインテル怖いセブン搭載のこちらのパソコンを試してみることになりました。えー、これはですね、ま、一見するとノートパソコンなんですけども、ぐっと折りたたんで、タブレットとして使うことができる。そして、ペンでお絵描きなんかしたりもね、できるわけです。まあまあ 僕の私事になりますけどもね、つい先日8月の中旬くらいにパソコンをこれまで使ってきたものをね、買い替えたんですよ。僕が従来使ってきた4年前の方の第4世代 Core i7。まあ、r e i7 って名前だからね、Core i7 の名前自体は変わらずにこちら第8世代。第8世代のコア i7 を搭載しております。どう違うのか。第8世代はもう第4世代。 えらい違いだったと。パソコンの速さってクロックスピード何ギガヘルツってあれでね、わかると思ってたけども、恥ずかしい話ね。まあそういう古い認識しかなかったんですけども。でまあタブレットになるということでね、これちょっとお外でも使ってみてくださいよと言われたんでね、あのちょっと出かけて写真を撮りに行ってきました。で、写真を撮ってその場で sd カードをね、パソコンの方に読み込んで、え、それからですね、その場で写真を編集してですね、できちゃうんだこれが。そして SNS に投稿したと。まあ、サクサク動くこと。結構ごついパソコンに買い替えましたよ。だけど、 まあ、モバイル用とは、こっちの方がね、薄くて軽くて小さくていいしね、これはこれで欲しいなと。あとはこういう風にね、立てておくこともできたんで、キッチンカウンターに置いてね、コーヒー飲みながら、ビデオオンデマンドを視聴するなんてこともやってました。今ね、Windows 10の方に、Paint 3D っていうアプリがね、無料で付属してますよね。このタッチペンを使うことでね、3D の絵が描けちゃうわけですよ。3D の絵をくるーっと描いて、 で、このタッチペンで、色塗りが、3D の形状に色塗りができてしまうわけですよ。で、さらにそれをぐりぐり回したりとか、いろんな方向から、その作った 3D 形状を見ることができると。この速度。いや、最新型のコア i7 やっぱすごいなと。それからですね、さっき、湖のほとりをね、散歩してたんですけどもね、そしたら、 綺麗な虹が出てたんですよ。ただ、おしまらくはですね、スマホしか持っていなかった。だからね、虹をいっぱいいっぱいに撮ることができなかったので、何枚も、ばッばッばッばと、何枚も撮ってですね、フォトショップで合成しました。このフォトショップの合成がですね、また実に、 軽快にね、できてしまうわけですよ。それでやっぱりね、高性能のパソコンといえばね、気になるのは動画編集ですよね。私 YouTube やっておりますからね。動画編集、4K でやってみてくださいって言われたの。いやいやいや怖いセブでしょうちも怖いセブン使ってるんだけど、4K 編集無理でしょって言ったの。言ったんだけど、いやいけますよって言われたんで、うーん、じゃあしぶしぶ。 やってみたんですけど、いけるわ。プレビューがね、デフォルトの、アドビ m プレミアデフォルトの1 2分の1画質で、まあ、プレビューできるわな。XEVCS 形式の 100Mbps の動画が、アドビープレミア上で1、2分の1画質で、バーっと、編集中のプレビューができてしまった。全部で今回ね、9カットあります。9カットをつないで、そしてトランジション、リゾルブをそれぞれに入れて、 で、さらにそれぞれにテロップを載せました。っていうものが書き出しで3分20秒前後で、何回か試しましたけど、3分20秒前後でいけちゃうんだ。 それでだよ、僕ね、喫茶店でこの動画の編集をやったの。1分の 4K 動画編集して書き出して、なんとバッテリーの残りがまだ50%以上余裕であったわけ。こんな薄いノートパソコンで軽くてバッテリーも持つし、しかも、ちゃんと使えるね、写真が、ロー画像編集ができる、3D のお絵描きもできる。そして、なんといっても動画編集 4K でできてしまうということでね、いろいろ反省しますわ。 なんで今まで買い替えずにもう先延ばし先延ばしにしてんだろうちょっとね、裏話があるんだけど、これね、話していいことかどうかわかんないけども、今回ね、このパソコンが届く前に、別のパソコンが間違って届いたんですよ、僕のところに。間違ったパソコンを使ってて、で、あの、画像の編集とかしててね、あれうちのパソコンより全然早いってね、思ったわけ。で、 あの、シールがついてるじゃないですか。怖い、何とか、何世代ってね、シールが貼ってあるでしょ見たらね、怖い5って書いてあるの怖 <laughs> い5、第8世代を使って、俺早い早いって思ってたわけ。 ま、つまりね、今回レビューするのは Core i7 だったんだけど、間違えて Core i5、下のグレードの CPU のものが届いてたんだけど、それでも、第4世代の Core i7 よりも早かったというわけで、最新のパソコンですごいな。<laughs> 今回はこちらのパソコンで Core i7 を体感しましたけどもね、えー、このシリーズ、まだまだ続きますんでね、お楽しみに。